皆さんご機嫌いかがでしょうか。ダイハツです。鈴木です。本日の企画は、1947年モデルのジーンズを学ぼう、はい、でございます。ジーンズ界においてはですね、1947と呼ばれるジーンズは黄金期のジーンズというふうに呼ばれましてですね、混乱の多かった大戦から抜け出して、よりファッショナブルになって、新しい時代に突き進もうという意味で、こうできたジーンズが1947というふうに呼ばれます。で各レプリカブランドがですね、47のモデルを、生産しているということで、今回まとめてきました、ということで見ていきましょう。さということでまず1本目ですね、ウェアハウスの DD1001XX1947 でございます。こちらお値段が 27,500円、で生地がね 13.5 オンスの、いわゆるバナーデニムというふうに呼ばれるウェアハウスを代表する生地を使用しているというものでございます。でこの DD というのはですね、ダック&ディガーという一つのウェアハウスが展開するレーベルの一つです。デッドストックがワンウォッシュの状態で発見されたらという、こう時代背景的なストーリーをね、元にこう展開しているレーベルでございますと。ウェアハウスといえばね、1001XX という定番のフラッグシップがございますが、そのモデルはね50年代前半をベースにしております。ただ一方こちらはですね、ちょっと前の年代のこの47という時代をモデルとしておりまして、いわゆる 1001XX のこうクラシカルなモデルというふうな位置づけとなっているらしいです。でウェアハウスはですね、相変わらず DD ですとかデッドストックウールですとかかなりややこしいですので、その辺を分かりやすくまとめた動画を我々作ってございますので、そちらも合わせてチェックいただければと思います。でこの47というモデルはですね、バックポケットのルックスにかなりな特徴がございます。そうですね。で今から申し上げますとですね、一つ目は2色使いの縫製ですね。で、バックポケットの周囲はこうオレンジ色の縫製紙を用いているんですが、飾りステッチの部分は黄色の縫製紙でされていて、いわゆるこう2色で展開されているというのが47の特徴でございます。で続いて2つ目、日本針ステッチによる飾りステッチということで、リーバイスのねこの象徴の一つであるこのアーケードステッチね、こういうV の字のやつね。で、それまではですね、こう一本針で、ミンミンでミンミンというややこしいやり方だったんですが、時代が進化していくということで、もう二本針で一気にバーッと塗れるということで、この V の部分の谷の部分がね、こう交差されているという、クロスされているというのが一個の特徴でございます。で続いて3つ目、片面タブのピスネームということで。1936とかね37から登場する赤タブというのは、ブランド名の刺繍は片方だけと、なってございましてですね、裏返すとただの赤い布切れになっているというのが、片面タブというものですね。でこの刺繍は51年ぐらいまで続いて、以降はこう両面にある両面タブというふうになるんですけれども、そんなところが47の特徴かなというふうに思います。でこのねウェアハウス DD1001XX1947 っていうのは本当にこう47ザ47っていう部分のディテールを踏襲しているジーンズでございますので、ウェアハウスで47履きたいっていう人はこのモデルをお勧めしたいと思います。さあ続いて2本目のジーンズでございます。そうですね、シュガーケーンの1947ですね。そうでございます。もう紙ペンチャンネルで何回こするんだと、ちょっとお怒りの視聴者様もいらっしゃるかと思います。ないですね。ただこのシュガーケーンの1947もう一個紹介させてください。2002年に誕生して以来現在に至るまでシュガーケーンの大看板のモデルであるということなので、紙ペン的にはちょっとね無限にできないということで紹介します。でも47の人生はシュガーケーンというふうに考えている人もかなりいらっしゃるとは思います。その理由は前回も説明しましたが、この値段設定というのが大事ですね。現在でも、2万円以下で買えるというのがすごい特徴的で、もう最近のジーンズは、3万超え当たり前にあるの で、この価格設定は本当バグってるというふうに思います、ね。すごい手を振ってますね。こういうことですよ。そうですね、やっぱこういう方がやっぱり47買っちゃうからね。でこの低価格っていうのは、シュガーケーンの掲げるこう理念とか哲学に大いに由来している部分がありまして、シュガーケーン自体はいろんなディテールを徹底的に再現するということではなくですね、価格込みで、ジーンズって昔安かったよねっていうところも込みでね、
なんていうのかな、レプリカとしてのこう再現性を試行しているというのが特徴なので、こういった低価格で我々の元にやってきてくれるというのがシュガーケンの特徴ですね。はい、はい、で、色落ちとかね、値段に比例して微妙なんじゃないのというふうに思う方もいらっしゃると思うんですが、はい、あ、もう少なくともネット上ではね、すごい素敵な色落ちたくさんあるの で、 そうなんです。もう十分な再現度で、かつこの低価格というね、はい、すごいコストパフォーマンスがあるので、はい、まあ、そういった感じで楽しみたい人はこのシュガーケンの1947をおすすめしたいと思います。さあ続いて3本目のジーンズでございます。バニッシングウエストの 601XX1947 でございますね。こちらお値段が3万800円、そして生地が14オンスということでございます。はい、はい、で、まあ、シルエットはね、膝から裾に向かってこうテーパーとせずにまっすぐストンと落ちるストレートなものでございまして、はい、でこの生地にすごい特徴があります。はい、4番手というかなり太い糸をですね、縦糸かな、これはおそらく縦糸でしょう。縦糸に、用いてこう生地を織り上げているということで、うん、独特のこのごつさ、迫力を持った雰囲気がいいですねというところでございます。はい、はい、で、まあ、47の、ね、一番の特徴であるお尻なんですけれども、バックポケットにアーケードステッチがない、はい、ね、でポケット周囲は黄色い縫製紙で縫われているという感じね。はい、うん、はい、で赤タブはついているということ で、 で片面のみ、ね、刺繍されていると、まあ、これは47の特徴を踏襲しているなというようなイメージですね。うん、ですね、はい、で我々ね、1年ぐらい前にデゾレーションローというお店に行きまして、そうです、ね、実物を拝見しました。はい、で一番特徴的だなというふうに感じたのはリベットとかボタンの副次材の部分なんですね。はい、はい、うん、このリベットの、ね、先端というのは叩かずに、だいぶ尖らせてあるというのが特徴 で、 うで、うん、トップボタンとか小股のボタンっていうのは裏のドーム状がやたらと攻撃力があります。で、47としての、ね、ディテールの再現、はい、と、うん、いうことであればかなりオリジナルの要素が強いジーンズかなというふうに思います。そうなんですよ。ただ、うん、この40年代というざっくりとしたくくりの中で、ジーンズが持つこの武骨さだったり荒々しさっていうのを楽しみたい人はこのバニッシングウエストの 601XX をおすすめしたいと思います。さあ続いて4本目のジーンズでございます。はい、LVC の1947ですね。うん、そうです。はい、はい、こちらお値段が3万800円、はい、で生地がね多分13か14オンスぐらいというざっくりした感じでございます。うんうんうん、でもこれも語るもでもなくね、もう大元本家大元のリーバイスから展開されている復刻ライン、はい、LVC の1947モデルでございます。はい、生地はですね多分ね13か14っていう表示をどこかで見たような気がします。そうなんですよ。ただ鈴木のジーンズをこう触る限りですね、うん、なんかほんと12オンスぐらいの非常にライトなね、そうだね、雰囲気もありますので、はい、どうなんだろうなというところでございますが、そうですね、うんうん、でシルエットですね、シルエットはね、体の形に沿ったすごい、ね、美しいシルエットが特徴的で、鈴木さんもね、ツールスインフィニティさんで実物履いてましたけれども、はい、まあ、太もも周りはもうちょっとやや細くて股上も浅いので、すごい、ね、こう体型が綺麗に見えるジーンズかなというような印象でございます。はい、はい、で、副資材なんですが、もうこの辺はもう語るまでもなく、ね、まあ、かっこいいんですが、はい、個人的にちょっと気になる点で言うと、はい、カーパッチなんですよね。はい、で、まあ、もちろんおなじみのデザインでかっこいいんですけど、うん、鈴木が何度選択をかまそうともですね、特にシュリンクすることもなく、うん、印字が消えることもなく、うん、すごくはっきり残るんだよね。うん、そうですね、なので、うん、こう個人的にはこう経年変化を感じづらいなというのがちょっとマイナスかなというふうに思いますが、うん、で続いて縫製でございますね。はい、で、縫製はもちろん2色使いでございます。はい、でなんかこう本家大元のアーケードステッチを見ると私は一つの安心感を抱くというか ね、うんうん、ね、もうここにあるべきなんだというところにステッチがビタッと入ってるね。はい、まあ、本家ねリーバイスから展開されている復刻ラインが LVC でございますと、うん、はい、でアーケードステッチだったり赤タブだったり、2色ステッチだったりというね47らしいギミックを完全に楽しめるのはやっぱりこうリーバイスだけですので、うん、まあ、他のブランドに出せない本家ならでの魅力を楽しみたいというふうな方にはですね LVC の1947をお勧めしたいと思います。さあ続いて最後のジーンズでございます。はい、リアルマッコイズのロット001XX でございますね。はい、そうですね、はい、うん、でこちらお値段が35,200円ということで、はい、かなりな、まあ、ちょっと高めの値段なんですけどね。そうですね、ラグジュアリーですね。はい、うん、ラグジュアリーでございます。はい、で40年代後半にリリースされていたリーバイス 501XX を踏襲しているというふうに書いてあるので、はい、うんうん、まあ、おそらくは47かなというような予測でございます。そうですね、はい、まあ、リアルマッコイズが誇るも
フラッグシップモデルですので間違いないかなというふうに思いまして、はい、でまず一つ目生地を見ていきましょう、はい、生地はですね 14.5 オンスのザラつきのあるものを採用しているということで、はい、うん、あのね、こう端番手と呼ばれる太さが不均一な糸を使用しているということなので、うんうん、こうデニム特有のこうなんていうのか凹凸とかそういうザラつきを楽しめると、はい、でこれがゆくゆくは色落ちにもつながりますよねという話でございます。なるほど、はい、で続いてシュレットですね、まあ、やや太めのシュレットでありながらこう足元はスッキリしているいわゆる47の素敵なシュレットでございます。なるほどね、はい、で、副資材ですね、はい、リベットは、内抜き式でございます、はい、でカーパッチはね、ホースハイドが使用されているということで、うんうん、特にねこう色味がなくですね、そうですね、こうなんていうのかな、ただ跡がついただけのこうものですので、はい、個人的にはちょっと、はい、もっとお遊び感が欲しいなというところでございますが、うん、はい、はい、で続いてボタンなんですが、あ、非常にマットでね、うん、くすんだ感じでございますので、うん、まあ、こうシュガー系の47みたいな感じね、イメージとしてちょっとくすんだ銀色の感じのものでございます。で先ほどね鈴木さんも言いましたがラグジュアリーという言葉がございましてですね、はい、まあ、我々の認識としてはこのリアルマッコズっていうのは非常にこうラグジュアリーなアメカジブランドというような印象でございま す、ね、なのでアメカジ好きなこうアメカジクロートの方にお勧めしたい一本でございます。さあいかがでしたでしょうか、はい、1947ジーンズ総まとめということでまとめてきましたけれども、はい、改めてねこの1947というジーンズは、うん、もう現代の501に通じる要素がもう完成された年代というふうに言われてございます、はい、うん、ね、で作業着としてのアイテムの中にこうファッション性も感じられるようなものがね入っている絶妙なものというようなことが言えるかなというふうに思います、はい、でまあね、ジーンズの黄金期と呼ばれる1947モデルアメカジ好きにしては一度履いてみた方がいいんじゃないかなというふうに個人的に思います、うん、そして我々も履くべきだなと、はい、この話しながらも履くべきだなというふうに思ってございます。そうです、はい、ぜひ参考にしていただければなというふうに思います、はい、我々はジーンズを中心にファッション関連動画を更新しております。気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。